この動画はデッドバイデイライトとのパートナーシップのもとお送りします。ん、いろはが受けてない、ね、あの抜けていってますね。でもこのサバイバーのやっぱ名前じゃないですか。名前が一番やばいのは、うん、今なんか自分が関係ない顔してますけど、一番やばいのはベルさん。いや違う違う違う、ベルさんです多分。いや違う違う違う、俺だけではない。いや違う、いや ここまで行くと、お前を見て破壊してやろうか。いや逆に地雷サバだと思われるけど、うん、めっちゃ怖いですもん。絶対破壊チャンネル言うから、破壊チャンネルで漏れるっすからね。そのマップ持ってる。逆になんかこうチキンとかこう人生っていう方が やばい。いやいやいや、チキンも怖い。わけわからん。登場だけは多分普通っすよ。そうですね。登場だけは多分登場は優しそう。優しそう、確かに。一番優しそう。どう考えても4パーやからな。まあ確かに。ねえ。いや、明らかにおかしいもんね。あっさりしこに変えてこいよ、名前。いや、やだよ。俺と。あの名前から意図が汲み取れない人は怖いんですよ。そのチキンとか人生とか、ね、いやでも人体破壊やばい。これはまだまだなんかほら、チャンネルは良くないです。いやいや、まだまだ悪いから言えば良くない。まだほらなんか意図が汲み取れるから、もう人体破壊してるチャンネルなんだろうなっていう。いや意図汲み取った上であの怪我してんだよな。誰もこれ嫌いやらないで終わるぞ今日。マジで抜けていくな。本当に誰も受けないな。こんな受けないか。いやおかしいよ、こんなないよなかなか。俺だったら抜けますよ、嫌いやったら。うわ変な来た。うん、いやまあまあ名前出しとこう、うん、これノリコだ。最近僕はレプチャーに狩られたからな俺たち。うん、レプタのリージョンにボンボン追いされたっす。マジっすか、マッチしたんすね。マッチして全員やられたっすね。ここにポグウィスパラいるぞって指さしたら後ろ側リージョン来たっす、ね。うん、最悪や。そう、最悪。やります。はい、行ってきます。はーい、はーい、はい。さあ、そんなわけで全恵みトーテム4人縛りで、やっていきたいと思います。今回のデッドバイデイライト、ベルショコザムフの最強メンバーへの DVD です。さあまずはトーテム探すところから始める。ここでトーテムって結構探すの大変だよね、意外とね。ここのトーテム見つけるのね。あ、ブライト、ブライト怖えぞ。死を呼ぶ追跡者ではなさそうだ。ここで溜め込み屋とかって私もバレちゃうんだけどね、うん、やっぱみんなを癒したいからこそ。そこないっすよショコさん、とてもないっすよ。もう発電機よりトーテムだ。まずは発電機よりトーテムを探したい。どこにあるんだろうトーテム。全4つね、さっきの試合。おっ、そこだったか。ちぃ、私は見つけきれなかった。あっ、おもう2人恵んでる。ここで3人目行かさせていただきます。しっかり恵まさせていただきますよ。はい、ご覧の通りだ。さあこっから発電機行かせていただこう。任せてくれよな。ちなみにチキンというのがザムさんです。アバ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 ア
めぐみ4つパークの強さだ。ただ血の跡は見えちまう。残念ながら。さあ次の独学者じゃない、あと次のめぐみ当店まで行って治療していくぜ。ナイス。よげ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 。わしは永久に追われているのか。おらよ、この癒しスピードマイナス4効果。すげえ癒してるね。まあこの恵みの4つの中の1つにシャドウステップっていう恵みトーテムがありまして、これがですね足跡がつかないっていうやつなんですよ。これショコさん探そう。発電機探そう。さっき途中あったよな。いやこのシャドウステップがやっぱ強いよね。実際こういう開けたとこだとあれなんだけど、開けてないところ、デベデマン、デベデマンはフルコンさんです。こういう死角が多いところだとね、あの足跡を見失うんで分かりづらくなるわけです。おおびっくりびっくり。あそこの発電機手伝いに行こう。よーし来たぞー、ランさんよ、来ちゃったよ。みんなトーテムに夢中でね、どこ行っても右下すごいことになってる。どこ行っても右下すげえなこれ。すごいね。さあここある程度進めちゃおうかな。お、ザムさんが行ってくれそうですね。さあシャドウステップで足跡消しながら、ここいるな、近えな、半分過ぎるぞ俺。血の恩恵であれ塞がれてんだけど。大丈夫かあれ。血の恩恵。笑うあれ。血の恩恵やべえな。唯一の窓枠塞がれてたね。しかし指数関数が刺さるんじゃないかあれ、救いに行かなくても。あー持たれるか、ウルちゃん持たれた。しかし半分過ぎていないのが唯一の救い。しっかりこれもあるよ。大丈夫か。来てる来てる。これは治療も入れます。肉壁しに行くぞ、治療してな。なんて言ったってそのための癒しのは最強構成だからな。あれは指数関数で起きれるんで、デベデマンを助け行く。あれは
ケオッ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 ケ、よしよしよしナイス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 よかったよかったフルちゃん生き延びたな。そして指数関数で起き上がってやがる。さすがとしか言いようがねえ。さーて発電機どこのやつを引き継ごうかな。どこに行っても足跡が見えねえ。どこにいても足跡見えないって結構すごいよね。進めちゃうぜ。この4つパークやっぱ全振りするのは結構リスキーなんだけども、ハイズリ放置キラーとかにもかなり刺さるし、なんならやっぱこの室内戦で不利な状況にサバイバーってなりやすいんだけど、それを利点にすることができるね。で霊界理論の 2% 迅速もあるんで、これがまた強い。1,2,3 4つ残ってる状態だ。しかもさあ釣られた。おキャーと叫んでるのがおそらくフルちゃんとザムさん。フルちゃんとザムさんが進めてた発電機が私の発電機より進んでるってことなんだよ。で、あの二人は離れざるを得ない。そして死人が発動するんで、私はここあえて離れずガン回しするというのが最善の策。うん、だがしかし来る。足跡を消しながら行かせていただきますよ。すごいよこれ。どこまで走っても足跡消えるから。一応助けに向かってみようか。そこに一個あったね。半分過ぎる前に行かせていただきましょう。ほいよ。大丈夫だ、シャコさんよ。デベデマンがやばい。急いで治療してデベデマンを助けに行く。何やべえぞ、にっかみしてる。いやダブ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 。よし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 。よしよし。ダイスデベデマン。よしよしよし。いいよ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 。ナイス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 。オッケーオッケーオッケー。ちょっとフルちゃん助け行ってくるわ。なにフルちゃんフルちゃんしな、しなしなフルちゃんが死にもた。フルちゃん。いやなるほどなるほどなるほど。なるほど
まやかしっすね。なるほどね。まやかしで閉じ込めたね。まやかしでしたか。めちゃくちゃ俺は面白かった。あのまやかしか。なるほどね。フルコンさんこれもう無理やってなった。なんか閉じ込められてたよね。あのシーンめちゃくちゃ面白かったよな、ね。確かに。あ、窓枠閉じられてるぞと思いながら。これはシス感で起きました。うん。ありがとうございます。